でね、それでね、ナルエちゃんに僕と付き合ってって頼んだら OK してくれたんだ。うん、それにね、ナルエちゃんってすっごく強いんだ。悪いやつだって一発でやっつけちゃうし。あぁ、ね、ちょっと何考えてるのか分かんないとこもあるけど、別にいいよね、宇宙人だし。うんうん、なんでさ、明日の休み一緒に映画に行こうかと思って。あれ、どうしたの、マルオ。今のマジか。うん、奮発して買っちゃった。ほら、サバラ。そうじゃなくて。あ、うん、お小遣いまで前借りしちゃって。ちがーって、宇宙人の話。うん、すっごい宇宙船団も見せてくれたし、ナルエちゃんのお父さんは銀河系連盟の地球調査員なんだって。あ、ダメだよマルオ、国や生い立ちで人を見ちゃ。そういうレベルの問題か。ナルエちゃん来てくれるかな。ねえマルオ、大丈夫だよね。母ちゃん。ん、あ、おはよう、ナルエちゃん。はい、カズちゃん、おはよう。初めてのデート。じゃあスケボー君はどうするの。京子、ひょっとして二股。二股なんて聞こえの悪い。別口って言ってよ、別口。だって彼、私がいいって言うんだもん。わぁ、憎ったらしい。京子ったら。ねえ、七瀬。七瀬って彼氏いるの？友達もいない宇宙人に彼氏なんているわけないじゃん。じゃあ私の見間違いかしら。こないだ彼氏連れて歩いてなかった？え？八本足宇宙人。見えかもわ。七瀬さん、お客さんだよ。ナルエちゃん。カーズちゃん、どうしたの。ちょっといいかな。なになに。七瀬のくせに。SF 博士。大好きな宇宙人が男とどっか行っちゃったわよ。宇宙人ってモテるのね。残念ね。うるさいわね。七瀬は単なる偽物。みんな騙されてるんだわ。あいつのどこが宇宙人だって言うのよ。何？カツちゃん。あのさ。ナルエちゃん。はい。映画の件あるんだ。明日僕と一緒に行かない？今話題の SF 超大作サバラ、前から見たかったんだ。ああ、こういうの趣味じゃないんだ。ごめん。ううん、カツちゃん行こう。本当？どうだった？やったよ、やった！ OK もらった！よかったよかった。しかしこれからが大事だ。初デートに失敗して女に振られる男は5万といるからな。甘い！羽神ともないクジャクと、巣をうまく作れねえ旗折り鳥と、耳巣を取れないニワトリの巣は生涯独身でその一生を終えることになるんだぞ。僕は鳥じゃないよ。雌雄同体を除き、鳥類だろうが哺乳類だろうが、常に男は女に審査され選ばれるのが遺伝子の決め事。カズト、お前とて例外ではない。それともお前はカタツムリか。僕デートの仕方何も知らないよ。失敗してナルエちゃんに嫌われちゃったらどうしよう。安心しろ、俺が必勝法を授けている。え、本当？レッスン1。う、待ち合わせは時間厳守。必ず彼女より先に現場に行くべし。おい、メモれ。イエスだ。オーケー。それではレッスン2。
ギトギト頭は嫌われる。必ずシャンプーしてからサラサラ頭でセットしろ。もちろん体は隅々まで洗って石鹸の香り。イエスだ。どんないいムードになっても鼻から鼻毛がはみ出ていたら一遍で食われる。常にチェックして、もし出ていたら容赦なく抜き。デート代は全て出して会社を見せろ。彼女に財布を出させるな。イエスだ。アレッスン3、ゲーセンには行くな。自分がゲームに夢中になってつい彼女をおろそかにしてしまう恐れがある。映画に行ったらポップコーン、スコンブはやめとけ。あれはうまいがちと臭い。もしもし、はじめ、母さんだけど、急な出張で今新幹線なの。明日には帰るから。じゃあね。サラサラ頭、石鹸の香り。サラサラ頭、石鹸の香り。サラサラ頭、石鹸の香り。空に瞬く星の光は癒されるわ。あ、丸尾よ。何よ、人がせっかく銀河の世界に思いを馳せてる時にムード壊す変な音出さないでちょうだい。まったく。まあまあそう言うなよ。実はな、カズとの初デート成功を祈り天に歌を捧げてたところなのよ。ヤギよ、何だったら共に歌うか。うまくいったら UFO が降りてきてくれるかもしれないぜ。うるさい、みんなで私のことバカにしてんもん。誰だよみんなって。時間に遅れない。お金は全部出す。ゲーセンには行かない。映画館にはポップコーン。最後にありがとう、今日は楽しかった。ありがとう、カズちゃん、今日は楽しかった。頑張るぞ。時間に遅れない。お金は全部出す。ゲーセンには。1段階クリアかな。次のステップ、あとはカズちゃん。ナルエちゃん、もう来てたの。うん、かく、先に来るつもりだったのに。あ、ナルエちゃん、私服だ。なに、カズちゃん、早く行こう。あ、うん。どうしたの、ナルエちゃん。ここ、いっぺん入ってみたかったの。え、ナルエちゃん。ゲーセンには行くな。自分が夢中になってつい彼女をおろそかに。どうしよう。カズちゃん、早く。とにかく僕がゲームに夢中になってナルエちゃんを放っておくなんてことにならなきゃいいんだよな。ありがとうございます。お会計756円になります。じゃあ僕が出すよ。ダメよ、かっちゃん。わ、り、か、うん。
なは財布は別々にした方が後々揉めた時困らないんだって。へえ、そうなんだ。知らなかった。正しい交際の基本よ。次こそうまくやんなくちゃ。うん、うん、ふむ、なかなか良い雰囲気ではないか。うん、ふん、ふん、あんた、何やってんのよ。ねえ、大体何その格好、熱くないわけ。あれあれあれ、あ、いや、その、今日の俺はだな、親友のデートを陰から見守るという使命を負ったエージェントさ。あ、そう、はい。暇人。ああ、じゃ、そう言うなって。あのオタク、カズト君の初めてのデート。しかも相手は宇宙人。って、カズトは言ってるんだけどな。あ、うっ、どこよ、その宇宙人って。まさか。の偽宇宙人。なるほど、分かったわ。そういうことだったのね。おい行きましょう。うん、七瀬なるえ。誰？八木はじめさん、クラスの人。分かったわよ、この偽宇宙人。あんたは宇宙人とか言って不思議少女のふりをして人の気を引いて目立ちたいだけなのよ。君は七瀬のその自作自演に騙されてるのよ。は？大体あんた、どっから見ても地球人じゃない。アメリカ・ウェストバージニア州での目撃情報じゃ宇宙人は身長3メートル。イギリスの民家で目撃された宇宙人は背中に羽が生えて頭のアンテナからレーザー光線が出せたってちゃんと記録に残ってるんだから。よくもまあ宇宙人だなんて言えたものね、この身の程知らず。はっちゃん、ちゃん、そろそろ行かなくちゃ。映画始まっちゃうよ。行こう。ほら、何も言い返せないじゃない。この偽宇宙人。どうも、お騒がせしました。大丈夫？ナルエちゃん。嫌よね、あんなところで。あの人、ヤギさんだっけ？学校でもあんななの？うん。なんだか人の顔見たらすぐに、本物の宇宙人なら証拠を見せろってうるさいの。そうなんだ。もうあんな人のことはいいわ。そろそろ映画始まるみたいだし、入りましょ。うん。あれ。ん？どうしたの？カツちゃん。おかしいな。確かにポケットに入れといたんだけど。チケットないの？うん、どうしたのかな。走ってきたから途中で落としたのかも。そっか、僕探してくる。待ってて。あ、カズちゃん。こんなとこにあるわけないよな。せっかくのデートなのに、僕のバカ。ありがとう、今日は楽しかった。のセリフが聞けたら成功だ。最悪だ。二人で探した方が早いよ、ナルエちゃん。おかしいな、走ってる時だと思うんだけどな。そうよね。ごめんね、ドジで。ううん、私が急に走らせたりしたから。ナルエちゃん、カズちゃん、こっち。何、ナルエちゃん。こっちの方が早いわ。これ。そっか。すみません。あ？
落とし物ありませんでした。封筒に入った映画の前売り券なんですけど。これですか。ああ、これです。そうです。うわ、よかった。ありがとうございました。なるえちゃん、あったよ。さあ、行きましょう。急げば間に合うわよ。間に合ったね。うん、なるえちゃんのおかげだね。あ、ポップコーンとか買ってこなくてよかった。うん、平気。でも映画見る前に走り回ってちょっと疲れちゃったね。ごめんね。見てくれ、サバだ、サバだらけだ。サバが来る。蹴るなよ、蹴るなっつってんだろ。大量じゃ。防衛線を突破されました。そういや僕、昨夜寝不足だったんだ。あ、ダメダメ、デートの途中に寝たりしたらナルエちゃんに嫌われちゃうよ。え、どうしよう、こんな時どうすれば。うん、そろそろ終わる頃かな。ん、ねえ、なんでお前もいんの。決まってるでしょ、あの偽宇宙人をとっちめてやるのよ。何そうムキになってんだよ。あんたにわかるもんですか。とにかく私は宇宙人を自作自演して人の気を引こうとしてる七瀬のことが許せないのよ。ごめん、寝ちゃった。昨日あんまり寝てなくて。いいよ、全然気にしないで。七瀬！ここ。何？ヤギさんの声がしなかった？ヤギさん、ナルエちゃんの正体を知ってどうしたいのかな？いいの、どうせ分かってくれないんだろうし。それに、それにカズちゃんさえ分かってくれるなら他はどうでもいいの。あ、じゃあ行こっか。うん、ヤギ。だけど出張があと 2,3 日延びそうなの。ごめんね、お土産買っていくから。じゃ大丈夫よ、私は一人だって平気。丸尾ね、住居侵入で警察呼ぶわよ。呼べば。それより、うん、見ないのか。なあヤギ、昔よくこのベランダで遊んだよな。別に選んであんたと幼なじみになったわけじゃないわ。たまたまお隣という環境に生まれた、それだけのことよ。これでよしっと。見てなさいよ、いつか UFO を発見してその宇宙人と友達になって、ほらこれが本物の宇宙人よって七瀬に見せつけてやるんだから。うん、頑張るよ。ありがとう、カズちゃん。遅くなっちゃったね、ごめん。そうだった、僕なんかが送らなくても
ナルエちゃんはテレポートで一瞬に帰れるんだった。ううん、カズちゃんと一緒だったらまた歩いて帰りたいな。あ、ほんと？うん。ナルエちゃん。